やっほー。かわいいで、ありがとう。嬉しい。ありがとう。今日はね、本当についてなくて泣きました。プー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 。ハートありがとう。もう今日はね、ほんととことんついてなくて。あ、レインボースターありがとうね。もうね、ほんとついてなくてびっくりした。こんなについてない日ってあるの？え？こんなについてない日ってあるんですか？ってくらい。ん？なんかよ。でも乗り越えましたね。そう、明日はいい日になると思います。そう。ちにある。おお、嬉しい。やった。おしゃべり会楽しみ。そう、今日はね、本当についてなくて、犬のようにワン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 鳴いたんですけど、そう、今日を乗り越えて明日も乗り越えたらおしゃべり会じゃないですか。超楽しみ、超楽しみ。ハートありがとう。やったね。嬉しい嬉しい。泣くほどついてなかった。あ、明日のね、予定もなくなりました。明日の予定なくなったの。そう、明日なくなったからね。かわいい、ありがとう。嬉しい。ハートありがとうね。本当にね、最近ね、自分に運がついてなさすぎて、逆になんか、なんか当たんじゃないかなって思うぐらいついてない。あ、ありがとう、F 犬さん。ありがとう、くま天使ちゃん。かわいい。ありがとう、ハートいっぱい。受け取ります。ハートをすべて受け取らせていただきます。またいい日が来るよ。ありがとう。そう、なんかね、もう予想もしなかった。もう難しい、帰れなかったの。 まだ関西なの私。見たらわかると思うけど。 本当に悲しい。ハートありがとう。あ、愛してる、ありがとう。受け取ります。受け取りますね。あ、スカイキャッスルですね。確かに確かに。ラフラフ、あ、そうそうそう、ラフラフさんの YouTube。 あ、そう、ラフラフさんの YouTube なんですけど、めっちゃ私っていうか、なんて言うんですか、褒められてて、コメント欄で。ありがとうございます。嬉しい、褒められて。私、褒められたら伸びる人なので、すごい嬉しい。ありがとう、褒めてくれて。書いてくださった方もありがとうございます。あとさ、 NST 祭り STU さんが来るのすごく楽しみ。唇に色なさすぎる。こんばんは。ワンワン泣いたっていうから心配した。そりゃそうよな。そりゃ心配するわな。
でも犬のようにワンワン泣かせていただきました。スピンでも超可愛い。え、ありがとう、嬉しい。ももかっぴ2人ともね、ももかとひろか2人で頑張りました。そう、頑張ったんですよ。でも帰りの新幹線でめっちゃ反省した。あそこはこうこうした方が良かったかなとか、私こうこうした方が良かったかな、いやこれはこうこうの方が良かったかもとか。反省しましたね、2人で。真面目ちゃんでしたね。はい、反省相談してました。あ、ありがとう。振り切ってよかったよね、めっちゃ振り切った。ひろかにはさせられないと思いましたね。こんなに可愛くなやってんのにひろかにはさせられない、私に任して。変顔は本当はね嫌だったけど、変顔が世に残るってのが。こんばんは。一番にしてあげたの。もうね、一番じゃないと多分二番目とか三番目とか、私が中途半端の時に手挙げてたら絶対面白くないから、一番目に行くかって思って。そう、ももちゃん的にね、あんまりね、そう、変顔はうーんってなった。世に残っちゃう。MC 元手にいた方が良かったとか、うーん、なんやろう。でもさ、後半のやつで結構反省したかも。変顔よかった、そうやって言ってくれて嬉しい。なんかこのライバーのやつってなんなん、これなんなんやろう、よく分からん。待って、バグった。なんか今日めっちゃバグる携帯。あと今日ね、朝にねメール送ったんだけど、承認っていうか送られなかった。そう、どんなことがあってどんなことがあってっていうのをめっちゃびっしり長文で書いてたんですけど、送られなかった。まあいいけど。流れ星ありがとう。オフライン会の様子の YouTube は見れて、あーねえ、私もねえ、あれさ見た人いる？もう私さ映ってるかなと思って、あ、見たらありがたいことにね映ってたんですけど、もう本当に本当にねびっくりしちゃった。あのたくらみ顔っていうね、たくらみ顔がすごかったよね。何時まで配信しようかな。めっちゃ企んでた顔してたよね。私も見て、あれ？めっちゃ企んでるって思った。あー、もう本当についてない今日、どうしよう。
あ、ありがとうバラ。待って更新されてなかった。ね、待って本当に今日電波やばい。関西大雨だからですかね。ね、本当に。ね、見えてる？みんな。なんかエラーが発生しました。バカ出てくるんだけど。なんでだ。バグってる。今日はちょっとだけの配信にしよう。やばい、めっちゃ電波悪い。なんか何も見えなくなっちゃった。あれ？みんな。え？待って。ちょっと待って。なんで？ん？あれ、みんな大丈夫？見えてる？あ、見えた！あれ？なんだ？こんばんは。あ、めっちゃこんばんは来てた。こんばんは。10月は週末の睡眠時間の確保が大変だぞ。ね、本当にそう。本当にそうですね。もーちゃん心、もーちゃんの心落ち着きましたか？落ち着いてない。本当にね、なんかめっちゃ家に引きずっちゃう。こんばんは。画質良くない？やっぱそうやんな。なんか私もさ、なんか永遠になんかコメント来るから、そのコメントをこうやって上にこうやってスワイプするたびになんか止まってエラーが発生しましたって出てくる。なんでな。どんぶらこ、ありがとう。どんぶらこ、ありがとう。あ、レモンスターありがとう。これ多分ね、天気のせいです。天気のせいなのでお構いなしに。謎だね。画質めっちゃ悪そう。やだな、本当に本当にやだ。もう本当にショック。多分ね、メール送れなかったってことはね、ショールームであんま話さない方がいいってことだから、話さないでおくけど、ちょっとまた誰かに言いたい。また言わせて、この話。こんばんは。そう、あ、そっかそっかそっか、野球なかったか。今テレビ何もつけてない。今日は電波悪いところに。え、やっぱ悪いですか？やっぱ悪いよな。なんかそんな気がする。私もめっちゃ電波悪くて全然受信できません。
まあまたいつかごちゃでします。めっちゃ雨。そっか、寝れば忘れられる人ですか。はい、ね、あのね、次の日起きたらコロッてして、あれ昨日のイライラは何だったんだってなる。だから一旦落ち着く。だから一旦落ち着きます。私一旦落ち着いて寝ます。そう、一回スッキリする。でも私って結構感情的に動いちゃう人だから、みんなご存知の通り動いちゃうっていうか、感情的になっちゃう人だ、感情的になっちゃう、感情的な人間なので、本当にあの最近は落ち着け落ち着け落ち着けってなってる。ラフラさん、うん、うん、違うよ。今日はね、自分自身が悪いんです。本当にもうね、誰も悪くない、これは自分が悪いんです。無理しないで、優しい、やばい、優しくてびっくりしちゃった。優しい、優しいね。感情の生き物だよ。いや、それはそうですよね。本当にそう。オンラインお話から話す、全然、何緊張かな。実は緊張してるんですよ、私。ああ見えて。ああ見えて緊張してるんですよ。めっちゃユニバ行きたい。夢の国も行きたいな。私今ねめっちゃハマってるドラマがあって、ハートありがとう、嬉しい。私小学校の時にねめっちゃ見てたんですけど、今ねめっちゃハマってるドラマを言いたい。スカイキャッスルと、ね、なんだったっけ、アンナチュラルとイケメンですねっていうドラマ、この3本立てが本当に大好きで、毎日の楽しみにしてます。ハートありがとう。話が変わりましたね。はい、話を変えてやろうと思いました。こんな私が本当にショックとか言ってる、気分がドヨンってなる話から、急に私のおすすめなドラマドラマの話をしました。そう、アンナチュラル、あ、そう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 、あとね、私あれも見始めようと思ってる、MIU みたいなやつ、 MIU みたいなやつもめっちゃ気になる。イケメンです。そう、なんかね、今ね TVer でやってて、めっちゃ昔にやってたやつって思って、でも全然話が私知らなかったんで、ちょっと見てみようと思って気になって見始めました。 MIU、 あ、そう、見、え、あ、そうなの、ミユってやつなのこれ。わかんない。あ、そう、新しくなんか映画始まんねんけど、その映画につながるっていう噂が聞いて、その映画も気になると思って。最近ね、ももかはなんか、前まではなんかドラマとかほんまに見んかったんやけど、最近めっちゃドラマ見始めてる。アマプラじゃないんや、アマプラとネットフリーどっちも見れるんやけど、あのね、どっちかというと私はアマプラかも。なんかね、ネットフリーはね、たまにね見方がわからんくなる時がある。私も見たい、え、やんな、ムーカも見たいね。でもあれ見な、話がつながるかわからへんから、一旦見ようと思うねんけど、間に合うかなと思って。映画の、映画公開もしてる、もう終わりかけ、そんなことないよな多分。そう、めっちゃ気になるんです。ハートありがとう。そうだからね、本当にね、最近ドラマばっか見てて、最近はね夜中めっちゃドラマ見てます。ドラマ見てたら気がつけば、あ、もうこんな時間やってなってる。最近ドラマ見てから、そうだって、つながるって言ってるもんな、つながるぐらいやから、なんかもしさ、ドラマ見てさ、映画館で見てた時にさ、あの人やとか、あ、ここやんとか絶対なるからさ、めっちゃ面白そうやなと思うけど、
見れるかな。私めっちゃほんまに今いろんな ドラマ見すぎて、なんか話が混ざってまいそう。なんかサスペンスやのに急にその今見てるスカイキャッスルとかイケメンですねが混ざってきそう。今日のスカイキャッスルもすごい展開に、え、やばい、めっちゃ気になる。先週なかったからさ、なんか先週なくて、え、もう今日のために私は頑張って生きてきたのにとか言ってたけど、やっとあれから1週間が経ったんですね。1週間早いな。もう来て、ありがとう。え、スカイキャッスル超楽しみ。この配信終わったら見ますね。同じ県にいると聞いて震えてる。震えてますか。ストーリーがごちゃまぜ、そうごちゃになっちゃうんです。ヤンヤンガールズなんでね、私も。でもほんまにね、面白いからみんな見てみて。今さっき言ったドラマ全部めっちゃ面白い、面白いのでぜひぜひ見てみてください。なんかね、みんながねおすすめしてくれてるドラマとかね見ようと思ってるんですけど、もうねまだ見れてないから、もう少しお待ちください。なんか一時期めっちゃハマってたドラマがあったんですけど、なんか気がついたらなんか TVer でなんかいつも見てたんですけど、なんか終わってて配信が、あ、終わったと思って、そっから見れてないドラマもあるし、いっぱいあります、見れてないドラマが。なんかお腹痛くなってきたな。なんかこれからのこと考えて、なんかこれからのことっていうか、なんかお腹痛くなってきたな。なんか不安を感じる今。こんばんは。姫路行きの電車姫路の電車食べ過ぎ、うん、全然食べてない、納豆巻きしか食べてない今日。そう、納豆巻きしか食べてない。お花摘みに、あ、そういうお腹痛じゃない。ありがとう、優しい。音符ありがとう。とりあえず同期にね、もうすぐ会えるって考えたらウキウキ。いや、それないか、え、確かに次の話の配信開始日、どういうこと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 。あ、フォローありがとう。納豆巻きで結構お腹いっぱいですよ。でもほんまに最近ね、私あれです、ご飯全然食べてますよ、食べてるんですけど、前に比べてめっちゃ減ったから、体重も減っててめっちゃ嬉しい、やった。そう、ほんまに自分の体型がね、本当にいつまでも言うんですけど超コンプレックスなんで、そうなんかめっちゃ嬉しい。もーちゃん、もーちゃんどこにいる。そう、夏バテどうなんやろう。なんかね、人生にたまに緊張する時ってありません。なんか人生でさ、なんか、あ、緊張するって時ってあるやん。それが毎日続く感じ。なんか毎日緊張してる最近。なんか緊張してる。何に緊張してるんやろ。ドキドキ。関西人って納豆、え、嘘、もうかめっちゃ納豆好きやで。それで食欲、うん、あれ、なんでなんで、充電しとんのに。あ、そういうことか、そういうことか、ドラマのあれか、設定ってこと。ありがとう。そう、でも嬉しい、私からしたら。みんなは多分心配、優しいからね、みんな心配してくれるんですよ。いっぱい食べてとか無理しないでって言ってくれるんですけど、でも私的にはめっちゃ嬉しくて、食欲があんまりないのが。そう、いつも食欲があるんです。いつもね食欲がありすぎてね、
夜にね、やばいお腹減ったナッツ食べようとかなっちゃうので、私的には嬉しい。あ、ハートありがとう。わからない緊張、うん、わからない、何に緊張してるのって思う。なんか緊張する。なんなんやろ、何に緊張してんねやろ。優しい、ごめんね、食べます食べますね、ありがとう、嬉しい。ちゃんと食べてるからね。ハコハコするのに、え、なんやろ、なんか、え、なんかほんまに何にもないのに、あ、緊張する、え、緊張するってなる。そう、緊張します。たこ焼き食べ過ぎてもあかんね。たこ焼きはこんなもんやからな、炭水化物が多いですよ。そうでね、今月からね、まだ行けてないんですけどね、ところに行こうと思ってるし、そう、今からほんまに可愛くなる予定なので予定な仮なので、かっこ皆さんももかのことを見ててくださいおしつのおしつみたいな、そうソファーですよ、めちゃくちゃ和室ですよ。心配、あ、それはもちろんもちろん大丈夫ですよ。でもね、本当にね、思うんです、私ってアイドルやのにこんな体型じゃダメって思ってるので、そう、もっと頑張る。待って、もちろん、え、もういっぱい笑えますよありがとう、嬉しい。お疲れ様、お疲れ様、ハートありがとう。そう、私ね、社会人の時にジム行ってたんですよ、実は言うと、仕事終わりに毎日でね、やっぱその時の写真見返したらね、ほっそりしてるんです。その頃、今と比べたらそっちの方がほっそりしてて、で、可愛いんですよ、そっちの方が。だから、あ、これは行かないとダメやなと思って行きます。しかもね、やっぱもうね、私って21歳なんでね、グラビアとかね、いつかしてみたいなって思ってるから、まあいつねいつね、そういうお仕事が来てもいいように体を鍛えとこうと思いました。こんばんは。しかもね、みんながね、あ、もうみんなが団結してビスのイベントビスのイベントもね、そう、3月号に掲載され、1ページ掲載されることになったし、そう、もうビスってすごい、私なんかが載っていいんですかっていう、本当にすごい雑誌なので、痩せます。ももちゃん痩せますみんなに見つかるね、見つかる、見つかりますかね、見つかったらいいな。こんばんは。目指すものがあるのはいいこと、確かにその通り。いや、でもね、やっぱり、でも最近なんか喋り、なんかね、本当にそのラフラフさんの YouTube で、その私ってバラエティしたいって今までバーって言ってたんですけど、なんか本当に上には上が本当にいることが分かってたんですけど、改めてその撮影の時に実感して、あ、もっと頑張らないとって思いました。そう、あ、もっとトークを鍛えらなあかんなって思ったし、なんかもしいつ振られてもこんなちゃんとこうして返さなあかんっていうバラエティ力がね、すごい感じた日だったので、そう、めっちゃ真面目なこと言ったけどそう、でも頑張りますね、本当にバラエティ。え、でもやっぱね、私はね、本当にね、なんか公演に出たい、なんか公演っていう、なんて言ったのやろ、なんかさ、サマーセットリストって昼夜公演もフルで出たじゃないですか。もう楽しすぎて、あれが
で、なんか DMM 見るのもなんかすごい、なんか自分のことは私めっちゃ嫌いなはずやのに自分を探しちゃうんですはい、自分を探しちゃうんです。だから、あ、ってことはこれ探してるっていうことは、あ、多分公園に出たいんやろなって思ったし、もう出たいし、そう、そう、だから一旦公園、本公園、そう、本公園出たら次はそういうバラエティとかのやつを目指していこうかな、目指していこうかなというか目指したいなと思った。4、ね、やばい、充電が意味わかんない、みんなごめんなさい、ななもちゃんね、やっぱなんか前座だけってさ、一曲だけってなんかね、せっかくももかのファンの方がももかに会いに来てくれてるけど、前座だけでこうやってありがとうございましたって言っちゃうのってなんか申し訳ない、すごい申し訳ないってなるので、そう、公演デビューできるまで、そう、できればね、4期生がもう今4人出てるからね、5人目6人目あたりになれたらいいなとは思うけど、でも実際のところどうなんでしょうか、わかんないですね。そうそうそう、そう、出たいって言っても踊れんかったりとかパフォーマンスできなかったら出れないのでね、そう、出たいです、出たいですって言っても出れないから、まあね、頑張るしかないんですよ、頑張ります、ワイに任して。5分になったら配信切ります。ね、難しそうよね、わかるわかる、でもわかるっていうか難しい、そう、待っててください、もうももちゃん遅いからもう知らんとか言わんとってな、ももちゃん遅いけど頑張れ頑張れ、応援してるよ、でお願いします、ももちゃん遅いって言ったら、もうももちゃん往復ビンタをします、嘘です、腕時計見ながら待ってます、めっちゃ圧かけるやん、あ、止まんねんけど、なんなん、ね、自信持って、ありがとう、されてみたいかも、あ、じゃあもうしません、やらないです、電波悪すぎ、もういや、もういや、電波悪すぎてなんか止まるたびに白目向いてる自分の顔が嫌すぎ、やめて、白目嫌、やだやだ、やめてください、お城の電波が悪いんです、ごめん、もう男女読んどくわ、いつ切れてもいいように、男女読みます、13位イコチンさん、ありがとうございます、12位バンネコさん、ありがとうございます、11位ハニオレさん、ありがとうございます、10位リラックマさん、ありがとうございます、9位アルファさん、ありがとうございます、8位ヒデオさん、ありがとうございます、7位タムムさん、ありがとうございます、6位ビッグさん、ありがとうございます、5位ズカさん、ありがとうございます、4位ナユキさん、ありがとうございます、3位テツヤさん、ありがとうございます、2位 F ケンさん、ありがとうございます、そして1位が近藤和弘さん、ありがとうございます、ごめん、めっちゃ電波悪いので、
白目は勘弁なので配信を切ります。ごめんね、本当にみんなご心配おかけしました。でも本当にいいことをしてたら悪いことは起きないって私は信じてるので、みんなもいいことをしましょう。はい、では皆さんまた新潟で待っててください。バイバーイ、おやすみ。配信ありがとう、こちらこそ。あ、ありがとう、白目でも素敵って、ありがとうね。じゃあみんなバイバーイ、いい夢見てね。